大戦製法11月2日から1996年は、沖縄県の実業家、アマチュア考古学、古生物学研究家、ガソリンスタンド経営のから、庭石から見つけた化石を手がかりに、港川フィッシャー遺跡を独力で発掘し、旧石器時代の人類である、港川人の人骨を発見したほか、古生物の研究でも多くの業績をなした。2012年、 日本人類学会から学会功労賞を受賞し、同年12月23日には生誕100年を記念して、故郷の北中ぐすく村に記念碑が建立された。大山守穂は大戦生前、亀夫妻の長男として中ぐすく村大城に出生した。一族は、誤差丸、甘割の乱で知られる中心、誤差丸の光栄と伝えられる。 尋常高等小学校を卒業すると1927年に一家でカナダに移住する。一時バンクーバーに住むがホワイトロックカグランと日移し農園を営んだ。生活は苦しかったがやがてイチゴの栽培に成功する。1937年トラックを購入し運送業を営む。しかし1941年の真珠湾攻撃を機に 太平洋戦争が開戦すると、大産家は海岸部から退去させられ内陸部の強制収容所に入れられ、農園も作物も没収され、家族は離散した。翌1942年に解放された後は、アルバータ州のコールデルでビートの栽培に一家で従事し、1944年には自動車修理工場に就職した。終戦後の1946年に、 琉球列島米国軍政府統治下の中ぐうすく村に戻り、米軍軍人、桑崎引上げ収容所隊長をズずれポスト中佐の通訳の仕事をする。同年ポスト中佐に伴い、那覇公安労務所建設係に移り、港村ペリー区命名にも関わった。1947年ポスト中佐に伴い佐敷木村、バックナービルに移り沖縄労働者総支配人となる。 同年弟の清和が、バックナービルのかまぼこ型弊社コンセットで、初の民間自動車修理工場を開業。琉球列島米国軍政府の移転に伴い1949年に、那覇に移り、モーラス、船舶解体会社沖縄支店沖縄従業員、総支配人として、中城湾の南波船解体に従事する。上官のモーラー大佐から運送業企業を知事に推薦され、 1950年に弟の清和と王、OK、k 運輸業司会社を立ち上げた。翌年、琉球での石油供給を独占していたカルテックスと提携し、沖縄の民間給油所第1号として王、OK、k パク給油所を開設、車社会の到来で繁盛する。また、沖縄住宅公社の総支配人を1950年の設立時から1953年まで務める。また、 ニコンと提携し、カメラなど工学機器の製作を沖縄で初めて手掛けた。実業家として成功を収めた大さんが化石の調査に乗り出したのは1967年11月55歳の時だった。以後の経緯については、港川フィッシャー遺跡の項を参照。ありがとうございます。